はいどうも、週末アウトドア家族です。ちょっと今回はいつもあのレイアウトとかギアの紹介を僕たちなしで、あの字幕で全部説明しとってんけど、あのトトとママの解説付きでっていう声が結構DM いただいて、ちょっと今回は道具の名前とかちょっと全部覚えてないですけど、とりあえず説明していきたいと思います。お気に入りのポイントとかな、2人 で息子はちょっと今寝起きでゴールゼロを持ってるんでではやっていきたいと思います。はい、まずこれがいつも僕らの玄関照明してる、これランタンスタンドっていうかな、にデイツの黒と金のハリケーンランタン、これは僕が一目惚れして買いました。可愛いよね、こういうので、まだまあ明るいんでちょっと暗なったらつけようかなっていう感じで、いつもこんな感じで置いてます。オイルランタンやから雰囲気が出るな。そんな最初に長く言ってたら先終わらんからでこれが BOC、提供でいただいたコットですね。黒のギアを揃えてるんで結構僕たちのあれには合ってて、ドーンと昼寝するようにやってみました。あ、ほんでテントはワンポールテントの RX、DOD です。でタープが、チーズタープ M やったんちゃうかな。でとんがりハットつけて、いらないものは、見えたくないものはここにいつも隠してますどうしても色があれなんでってな感じですかね。でこう入っていきまして、ここにいつも、TNR って書いてるけど、これもまあ全部一応概要欄に貼っていくんでお願いします。うん。でテントの中はこんな感じです。RXの広さ、こっちが外根の極み L なんですけど、2枚引いても十分間隔がある。で今日僕はこっちの布団ファクトリーさんの布団で寝てみようかな思っとったんですけど、あのコットを、置いて、その上に布団ファクトリーさんの布団を置いてちょっと寝てみようかなと思ってます。で寝袋は2つ一応持ってきました。うん、でいつもここにあの荷物は置いてます。でこれがちょっとママがどうしても欲しいいうことで、めっちゃいい、こうやってこいいねんな、これが。そう、ここで息子も座って靴を履ける、うん、これがあるとないとではかなり違うみたいです。僕はスノコが良かったんですけど、みんなスノコやからって、これなんかこれは何やと、もうちょっと感じますちょっとちっちゃいな、芝生のちょっと、でも水には強いから。 OK、 もうちょっと考えます。で次真ん中行こうか。でこれが僕たちが使ってる椅子です。うん、安い 4,000〜5,000円で 130kg まで多分いけたと。いつも、サイドで物を置きたいから、ちょっとこれ色合ってないんですけど、キャプテンスタックのこのサイドテーブル的なのをつけてな。そう、携帯いつもここ机の上置いて、結構どこ行った、鍵どこ行ったのあるから、これはまあ黒にちょっと塗ろうと思ってます。色がこれだけちょっと水色で。で机は、キャンパーズコレクションのタフメッシュテーブル、これ熱いもんとかガンガン置けて、向こうで料理したもん、焚き火で料理したもん、そのままドンってここに置けるんで、ガシガシ汚くなろうが何でも使えるんで使ってます。でここにはよく皆さん知っているタフマル岩谷さんで、この上に、あ、焼肉プレート、焼肉プレート直してる、あ、直してる、 それ今出してるから後でやる。でクーラーボックスはコールマンのこのなんてやったっけな、これスチールベルトクーラーやったかな。で色がマットブラックで、ちょっと傷はつきやすいんですけど、めっちゃ気に入ってます。かっこいいよなこれ、かっこいい。で今回、ちょっと新しかった DOD のなんていうかな、なんだっけ名前、クッションチェア、
でここにママと息子が2人で座って、まあ、ご飯を食べたり、今までこれやったんですけど、ちょっとこっちでこっちの方がやりやすいし、これが低いんで、あの息子も自分でフォッと座れるみたいです。でこれがさっき言っとった焼肉プレート、これでハマりました。 L にしました。 S やとここが空いてて、この下に油飛びそうやな思ったんでとりあえず L にしました。これめっちゃ説明せなあかんけど、こんな感じでいいんかな。でこれはあのゴミ吸うやつ、うん、一回動画でも出してるんで、テントの中最後片付けるときにゴミ吸って一応綺麗にしてます。でこれは100均やったな、ランタンスタンド。でこれはよくあるあの暖色あれの切り替えができる LED ライト、これ100均、ダイソーで息子用に、まあ、何でも砂遊びでも食べるようではないけど、まあ、な遊びができるテーブルをいつもは散らかってどっかにいます。これはでこれは昔から使ってたコールマンのクーラーボックス、色これちょっと合ってないんですけど、まだまだ愛用してます。塗りたいっていう願望。こっちは飲み物を入れてます。今火があるんでちょっとこっちに置いてるんですけど、また火あれな。ポータブルバッテリー、以前紹介したやつですね、丹波さん。でそれに、サーキュレーターでリビングに風を通るように今回はしてます。この中身とかはええな、中身はまあキッチン関連のものをこっちとこっちに、トラスコの、トランクカーグかな、それに置いてます。明日か。これがめっちゃ便利で、ユニフレームのあの高いやつじゃなくて、偽物じゃないけど、まあ、そっちじゃない方です。で3個セットで袋1個入れれるんで、それを2個、だから全部で6個使ってます。こっちのクーラーボックスもそうで、こう置いて、これは何だ、100均、セリアで食器干し。でこれは初めて見ました、こんなんなっとってんな。でこれが今回新しい、ちょっと誕生日プレゼントでママがいただいた、めっちゃ便利よな。もうこのまま家からこうやってママ歩いてきましたからね。でこんな感じで調味料全部入れてます、家のやつ。でサーモス、缶を冷やすやつですね。これは僕の当てです。でこれのやつ DOD のクッキングキングやったかな。でこの中にこの 8K やな、クレラップ、じゃラップとかご飯で使うのを出してたらちょっとあれやけど、うん、ここに収納できる、収納な2段目、2段目、うん、直してくれてます、私のでこれが外のツインバーナー。でこのカンカンがいつもちょっと丸出しが嫌なんで、このゼゼンっていうかなの、マスカンカバーつけてます、一応黒で。でその横に水ですね。で食べたもん洗い物とかをここに一気に溜めて、このバケツ、これ折りたたみバケツで持っていってっていう形かな。でそこに入りきらんかった分はこのカゴでやってる。洗ったやつはあのらしいです、洗ったやつはこっちで。洗ってます。でこっちも下は浮かして、これめっちゃいいよな、これアルバトで、アルバト通称カモフラです、カモフラって呼んでます、大容量に、うん、カモフラちゃんに入ってるって言ってるな。ここに日用的なものやな、蚊取り線香、虫よけ、ジュースいらん、ジュースいらん、まあ、なし、普通のものずっと直しとかないものを部屋で入れてこれ持ってくる。でこういうこんなはもう倉庫というか物置に置きっぱなしで、こっちはいろんなものを入れて持ってくるっていう感じで、これがあのハンマーとかペグとか、
こんななんかいろんな入ってるけど、基本はこのこっちで使ってます。これ何やろ、ガンキングハンガー。これは昼間はランタンかけたり、夏やったら濡れたもん、いろんなもんかけたり。で DOD のベベベベスト、ベベベスト。僕が今日これつけてたら料理人みたいって言われたね。くねくねな、あ、さっきヘビ折ってんな、ヘビ折ってんな。で LED ランタンなんですけど、レアボーンズの、ちょっと名前出てこない、これとビーコンライト。でこれはちょっと息子のおもちゃになってるんですけど、これでも明るくていいよね。でもう一個なんかそれ貸して。これが今回新入りでまた来たゴールゼロのライトハウス。これやっと手に入れることができて、使って光るし、でもちょっと今 大好物になってます。で最後かな、ここが僕の趣味のエリア。この U ジャックっていうかな、これのスピンチェア、僕が日に集中してる時に後ろから喋られた時、パッ、あ、そうそうそう、あと腰があんまり痛くならない。でみんな寝た後、僕これ一人で座ってここでお酒飲んでるんで、これが何だから、ヨーラーのメッシュテーブルだな。まあ、日の近くなんで熱いもんとかバンバン置けるように。これも、手袋で、こっちはちっちゃいあれになってるんですけど、こっちに焚き火用具を全部入れて直してます。なんでこれ、これがキャプテンスタックの、これかけるやつちゃうねんけど、これランタン、で、まあ、ここにちょっと光を持たせて、ちっちゃい版のこれで照らしてます。で焚き火台はめちゃ燃えファイヤーやな。でだんだん使ってきて、こう色が自分たちなりの味が、あ、そうそう、味が出てきました。であとナイフやな。でこれ今日はこれ持ってきたんですけど、あ、焚き火シートは焚き火シート、また概要欄でやってきます。でこれがこのちょうどやねんな、これがめっちゃいいんですよ。え、あ、タグ取ってなかった、ちょうど紹介できる。あ、こうなんで買いました、このバスケット。これが横いろいろ入れれて、焚き火の木、これちょっと持ってきて、もらったやつ持ってきたんですけど、ほんまちょうどで強いんです。でここワイヤー入ってて500円とか、これちょっとおすすめです。今これちょっとキャンプ始めたてに買って、黒いギアを揃える前に買っちゃったんで、これだけなんか赤でな、ちょっとあれって感じやねんけど、こんなもんかな。あとはお菓子と、たまに音楽聴きたなったらこれでスピーカーで音楽聴いてます。こんな感じかな、これで分かってもらえるよ。で約、僕たちがファミリーキャンプ始めて1年で、もうな、いいな。うん、とりあえずお気に入りの、まあそんな高いものにこだわらず、コスパのいいものをガッガッと集めていったんで、それでも、十分できると思います。心心ほんまはスノーピークとかで全部欲しいけど、多分えげつない金額になるし、だからブランドでもない、いろんなものを寄せ集めて組んでいきました。そんな感じで、僕たちのキャンプギアの紹介でした。まだあのこれ何なのみたいなのあったら、ちょっとコメントか DM もらえたら全部答えれるんで、持ってるものはぜひ、参考にしてみてください。そしたら最後までご視聴ありがとうございました。登録嬉しいです。はい、ありがとうございました。ピッつけて。
はーい。